うまいね刺身はね。どうも、夫婦の時間、あきおです。みんな、やってる？ということで、今回はですね、半額でやるということで、よくスーパーなんか行くとね、まあ閉店時間にもよりますけど、大体半額になってくるんですよね。お惣菜とかお刺身とかね、仕事終わりの時間であるとか、閉店のね、1時間から1時間半ぐらい前に行くと、お惣菜とかお刺身が半額になってます。やっぱ嬉しいですね、半額っていうのは。それでちょっといっぱいやっていきたいと思います。さあ、ということで見てください。今日、僕がスーパーに行って半額になってたものを買ってきました。まあ、いろんなもんがね、半額になってましたけど、ちょっと一応バランス見て、ネギとろ巻きであったりとか、お刺身ね、嬉しいよね、お刺身半額になってたら。ローストビーフなんかもありますよ。で、だし巻き唐揚げセットとかね、カキフライ、そしてささみカリカリ揚げ、この6点選びました。どれからいったのかしら。あ、その前に本日のお相手は朝日スーパードライ、ありがとうございます。定番ですよね。まずはこれから、どの半額の商品よりもまずビールから。ちなみにビールは半額ではございません。うまい。はあ、これ最高やね。なぜビールはいつ飲んでもこんな初めて飲む時のようにうまいんでしょう。知っているはずなのこの味を。不思議ですけど。さあ、まずはやっぱお刺身からいきましょうか。これね、500円でした本来は。それが半額で250円。本マグロとサーモンとアジの3点盛りですね。本マグロからいっちゃいましょう。すいませんね、みきおも本マグロ好きやん。後でね、食べてよ。いただきます。うまいね刺身はね。大好きですよ、お刺身。次、サーモン。いこうかな。刺身はやっぱ半額になってんの。お寿司とかもそうですけどね。半額になってんのは嬉しいよな。うん。絶対買っちゃうもんね。うん、油がノリノリやわ、サーモンも。昔ってね、でも半額になってるマグロとかもね、色悪くなってたりとかしたのも結構ありましたけど、最近はあんま見ないですね、そういうの。綺麗な状態で置いてますよね、はい。そしてアジ、これ光もまた青魚がね。アジは生姜で行きたかったけど、あー、用意するの忘れた。わさびでね、すみません。アジ、アジもね、美味しいですよ。うん、うまい。僕ほんと悪い癖でね、半額になってたら結構ね、買っちゃうんですよ。あ、どうしようかなと思ったら、まあ買おうかっていう。いっぺんには食べきれない。これも多分今日いっぺんには食べきれないんで、明日の朝ごはん行きにもなると思いますんでね。生もんはね、さすがに食べちゃいますけど、フライとかそんなんはね、朝ごはんで食べてもいいですから。次何行こうかな。ローストビーフ。これもね、これグラムで売ってるんかな、おそらくね。156円でした、半額で。ってことは312円か。元値は。156円ですよ、それが。これ、これ。これ安いよ。いただきます。うん、柔らかい。ローストビーフも合うんですよね。そんなたまにしか食べないですけどね、ローストビーフ。美味しいよな。でもローストビーフのね、切り落としみたいなとこかな。こう綺麗に切ってね、
並べてるんじゃなくて、こう切り落としの部分なんで、まあ、もともとも安いと、312円で売ってたということですよ。美味しい。もうないですもの、ビールが。参っちゃったな。次何行こうかな。次何がいい？今、まあ、お刺身、ローストビーフ行きましたけど。好きやもんね。自分が食べたいやつよ。いや、あったかいうちに。ああ、まあまあ、フライはね、温めてますから。ソース、とりあえず、ドバッといっちゃいます。ミキはね、フライあんま好きじゃないんですよ。揚げ物がね。でも、カキフライだけは好きね。じゃあ、カキフライ、いただきます。うん。うまい。うん、カキフライも、そら合うわな。ビールにね。うん。カキフライは半額になって120円とかかな。元では240円しますよ。さすが、やっぱ高いね、カキは。3つ入りで240円やから。1個80円計算ってことか。うん。でも40円計算になってるから。それやったら手出るよ。いや、まあまあ、240円も手出るんやけど。そんな無茶苦そ貧乏生活じゃないですけど、でも、なんかね、やっぱ、なんか出しづらい。うん、出しづらいよ。うん、そうか、ほな、また今度しようかってなるもんね。うん。やっぱ半額やからこそこう買えるというね。うん。いや、やっぱ合うね。いっとく？カキフライ。また後で、ビールと一緒に。いつもその、取った後に、二人でやってるんですよ。あの、残ったやつをね。はい。だったらもう、ミキはもう出たらええ。二人で飲み食いしたらいい。寝巻きだから。いや、そら、着替えてよ、そしたら。次どうしようかな。だし巻きいこうかな。これ切れてんのかな？これすごいよ、でも。こんだけ入ってさ、唐揚げ3つとだし巻き結構量入って、半額で199円だったのかな、うん、ってことは、3キュッパか。まあ、求めても安いよね。これだけで3キュッパって。まあ、まあ。言うても。うん。それが199円ですか、これで。これ、さっき、じゃあちょっと、あ、切れてます。切れてました。じゃあ、すいません。いただきます。うん。しっかりお出汁効いてます。だし巻きって大根おろしと醤油でいきたない？ねえ、うん。いや、このままでも美味しいのよ。美味しいけど、醤油だけでも嫌なのよ。大根おろし欲しいよね。あれなんなんやろ。居酒屋でさ、うん、醤油かかってるところだけさって取っちゃう人いるよね。大根おろしに。で、あれ、かけすぎても、結構弾くのよね。うん、で、ダバーっとこう醤油がいっちゃうから、うん、まあ一応上の方にね、うん、色味付け程度に醤油かけてるけど、そこを、その山の上だけふっとこう取って、ちょんと卵に乗せて食べちゃう人ね。うん、まあまあ、ええねんけどね。それでええわけやから。うん、またそこに醤油また足せばいいんやから。確かにおるね。それ気になってた。うん、あれなんでって。ええやん、誰かがそこをだって取らなあかんわけやから。でもなんか全体を見てさ。うん。そことかかってないところを均等に上から取るんじゃなくて横からってことね。そうそうそう、はあ、はあはあ、まあ確かにそう言われるとそう。すいません、もう開いてしまいました1本。これはでもこんだけあるから、これ一人で食いきれんよ、言うても。うん、この量、おっと、私としたことが、この泡がバーッと溢れるのを僕は跳ね返りと呼んでるんですけどね。ちょっと跳ね返りがきつすぎたな今。でもいくらよ、これ199円でしょ、でこれ120円でしょ、合計金額ドン、今合計が出てると思います。僕はもう計算できません、お酒飲んでる。安いですよ。こんなもん、あなた、生ビール7、8杯と、焼酎3杯ぐらいいけますよ、これ。この量あったら。じゃあ、すいません。ネギトロ巻き。
このね、巻きもんもね、巻きもんも、お寿司が半額もあったんですけど、今日はやっぱ、飲むので、お寿司も良かったんやけど、ちょっと巻きもんにしました。本当はね、もっと細い巻きもんがあったりするんやけど、ご飯の量が少ないから。うん。このサイジングしかなかったんで、巻きもんが。おいしい。この海苔の風味っていうのはなんでこんな酒を飲ますんかね。不思議よね。でこれまあ言ってももう時間経ってますからあれやけど、お寿司屋さんとか行ってこう巻きたてのさ、まだパリッとした海苔の食感が残ってる巻き物はね、まあ進ますのよ酒を。なんなんやろな海苔ってね。うん、美味しいよ。さあ、そして、最後。ささみ。ささみ、なんかパリパリ揚げみたいな。なんか衣は多分ね、ちょっと普通の、パン粉ではないんだと思う。うん、置いてあります。うん。もちろんね、揚げたてじゃございませんから。んな、カリカリ感は、だいぶ半減してますよ。それを差し引いても、75円ですから。これ。75円って。すごいよ、ささみが3本入って。そんなの聞いたことないよ。ヘルシーでいいしね。ささみは。美味しい。あ、唐揚げ食べてなかった。唐揚げも。そう入ってるっていうね。うん。ほら。びっくりした。だし巻きメインやと思ってたけど。うん、やるよ。あ、そう。うん。僕ね、薬味の中でね、生姜めっちゃ好きなの。うん。1、2を争う。薬味の中で。うん。ネギか生姜か。で、もう、1位、2位が、順次入れ替わってる。生姜の時もあれば、ネギの時も。生姜がめっちゃ効いてるから揚げよ。まあ、俺の好みで言うとめちゃくちゃ好き。うん。ニンニクが効いてるのもあるやん。うん、唐揚げでね。うん、じゃなくて、これは生姜が効いてるタイプ。そら、好きやな、生姜効いてるやつ。美味しい。いや、よかった。ナイスチョイスちゃうかな、我ながら。このラインナップ。これいいでしょう、結構。肉、魚、野菜こそないですけど。さあ、ということで、今回は半額でやるでございましたけれども。スーパーさんの企業努力もそうですけど、食品ロスを減らしたいというね、その心意気。それに感謝いたしまして、本日はこういう企画をやらせていただきました。ということで本日は以上でございます。チャンネル登録よろしくお願いします。